皆さんこんにちは、ユンバンです。いつもご視聴ありがとうございます。動画が良かったら高評価とチャンネル登録もお願いします。さて、今日は注意喚起として、お人たたきで急成長しているミコネコチャンネルの動画の中の発言について文字起こしをしましたのでご覧ください。ゲストは麗澤大学准教授のジェイソン・モーガンさんです。その動画のリンクは概要欄にありますので、確認したい方は動画の46分47秒あたりからご覧ください。それでは始めましょう。悪いわけじゃない、これはしゃあないんだって言ってるんですよ。それで日本欲しとか言っていて、それでみんなでわーなんてありがたがっちゃって、なんかもう勝ちようになっちゃったもんね。いかがでしたか？百田さんのことをアメリカの犬だと言わんばかりの発言から始まり、どこが保守なんだと、カルトだとまで言っています。例の百田さんの支給発言を切り取って、間違った解釈で拡散していますし、真剣にやっている朝八を漫才だとか言ってバカにしたような発言。正々堂々と政策で批判するならまだしも、漫才だと言って笑い飛ばしている。はっきり言って子供ですね。レベル低すぎて話になりません。名前くらいちゃんと呼びなさいね。礼儀もへったくりもないんだから。けなして何が楽しいのか。それで日本保守党の人気が落ちるとでも思うのか。呆れますね。モーガンさんは日本保守党が騙したと言いました。でも、私は騙されてませんし。それは保守党を支持する人たちに失礼だと思います。勝手に騙されたことにしないでほしい。ミコネコさんは日本共産党と同じだと言いましたね。日本保守党のことを日頃から国民を騙している。独裁独裁と言っていますが、どこをどう見ても私には独裁には見えないんだけどね。日本は法治国家です。党運営において法の下に、
活動の自由があります。違法でもないのに気に入らない人たちが声を上げたら活動できなくなるような国家の方がおかしいでしょう。ミコネコさんが言うように、私は保守党が独裁で国民の権利を奪う政党だとは思わないです。皆さんもそう思いますよね。日本を豊かに強くする日本保守党をこれからも応援します。